ちょっとでも屈辱を入れたらカーッてくるんです。でしょ。しかし私ほど実は弱いものはない。状況がいいときは順風満帆なときはほら人生は楽しいし何の問題もないわいっていくんですよ。しかし一点にわかにかきこもりでしょ。何が起きるか分からへんがな。ペテロも私はイエスを裏切るなんてことはありえませんよ。イエスは三度鶏が鳴くまであなたは私を知らないと言うと言ったんです。バカなこと。みんながあなたを裏切っても私は裏切りませんよ。どうですか。環境、状況、あるいは瞬時に何か起きるとパッと私変わる。そして私たちの内側にある獣のような悪の心がパッと出てくる。ほんで自分が愛し、自分が敬え、自分を頼りにしてくれるものもスワッと捨てる。これを裏切りという。ユダが裏切った、明智光秀が裏切った、とんでもないやつやな。あなたも一緒だ。この世界の歴史は裏切りの連続なんですよ。歴史とは裏切りでしょ。さっき僕はアメリカのホワイトハウス、オバマ、ヒトラーは悪いやっちゃ、いえ、アレキザンダーにしても、古くは、レニンにしても、トロツキーにしても、みんな裏切りです。ヒトラーは悪いやっちゃ、同じですよ、あなたも私も。ある状況になると同じ人間になる。表面的に波静かですが、ある時から内側からふわーっと出てくるんですよ。イエスはそれを言った。あなたは三度私を知らないと言うって言ったんです。どうなったんでしょうか。今1ページ見てくださっておりますが、2ページをちょっとご覧いただきますと、イエスが裁判に、2ページの真ん中の E というところがイエスの裁判の状況が書いてある。これ後でゆっくり読みます。下に F ってのがあるでしょ。2ページの一番下に F。 ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたねって言ったんです。つまりイエスが裁判されて、どつき回されて、タンツバぶっかけられてる。それをですね、ペテロはついていくんですよ。ユダのようにスパッと裏切ったんじゃないんです。イエスを捨てれない。あるいはみんなの前で、私はみんな裏切ってもそんなの捨てませんって言ったところがあるから、捨てれない。ついていくんですよ。だけど、断ったら逃げたい。わかる？わかるやんか。人間の心で割れてる。だから、捨てれないっていう気持ちと、逃げたいってなるわけよ。でそういう状態の中でペテロがこちらから見てるわけですね。で今言ったようにイエスは裁判の中でもうめちゃくちゃにされる。ちょっと今2ページの F を見ましたが、そのちょっとあの右の方ですね、65。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった、神への冒涜だ、イエスに対して言ってるんです。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは、取り巻きのユダヤの上層部は、彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。このね、死刑ってのはね、物を盗んだとか人を殺したとちゃう。私は神だと言ったら、私は神だ、人間が私は神だ、死刑です。そういう裁判ですよ。だからこの前ウノクラブで少しお話しましたけども、モーゼが、今から3500年前イエス登場よりも1500年前、モーゼが神よ、あなたの名は何ですかって聞いた。ほら、神は、私はあってあるものだというのが私の名前。あってあるもの、英語で言うと I am。私はあってあるものというのが私の名です。私たちは普通は、過去はあった、今ある、未来はあるでしょう。私は過去、現在、未来を超えて I am って言いました。英語で言えば I am。 私はあってあるもの。いつかまたお話しますが、イエスがその生涯で、私はアブラハムが生まれる、つまりモーセよりも前だね、
今から4000年前、イエスよりも2000年前のあのユダヤの始祖、始まりの先祖のアブラハムについて尋ねられたとき、イエスは言った、私はアブラハムが生まれる前からあるって言ったんです。なんとなく聖書では意味わからないですよ。だけど私はアブラハムが生まれる前からある、英語の訳見たらアイアムとなってるわけです。そしたらユダヤ人たちは石を掴んでイエスを殺そうするんですよ。神の名を乱れに唱えてはならない。これは10回の始まりです。神の名を乱れに唱えてはならない。そういう中でイエスは、私はアブラハムの生まれる前からあるって言ったんです。裁判の時もそうだよ。こいつは神への暴動だ。イエスは、アヤーンって言いました。それを言ったら殺されるの分かってますよ。言うんですよ、イエスは。やがて十字架に向かっていく。そうとその裁判の一部ですね。後でそれを申し上げますが、2ページの下。65、すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。だから日本の裁判制度とは違う。根本的に神の前に人間がどうかという裁判をやってるわけね。67、そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰だ。当ててみろ、キリストという意味わかる？キリストとは人の名前じゃない。救世主という意味だ。だから日本で言うと内閣総理大臣なり、東京裁判の一番偉い人、裁判官、長官。キリストとは救世主という意味、救い主という意味ですよ。当ててみろ、キリストって言ってる意味は、ここまでお前はどつかれて、タンツバぶっかけられて、血まめにされた。これが救世主よ。バカなこと言わんといてくれ、その意味は。だから、イエスという方が、ここで当ててみろ、イエスと言われてんやなと思いがちですが、違う。当ててみろ、キリストと言ってるんです。あなたを売ったのは誰か。お前が救世主？バカなこと言わんといてくれ。言わんといてくれなんて大阪弁になりますから飽きませんけれどもね。言わないでよとか感じはね。当ててみろ、キリスト。救世主？お前を問いたい誰やねんって言ってるわけよ。だから、すごいあざきりの意味が含まれてるわけよね。F、ペテロが外の中庭に座っているのってここなんですよ。だから、そういう状況です。もういっぱいの人がイエスをどづけ回して、ただかがり火だけがバーッと燃えてる。けど自分はよう行かない。遠く離れたところで座ってたと書いてある。私はイエスの弟子でした。一緒にどづいてください。違う。遠く離れて火に当たって下向きながら座っていた。これが人間や。人間に頼ったらあかんで。一番大変な人間は違う。ひどい話、親でも殺しますぜ。結局自分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 、こんなんなったのは世の中が悪いんや、俺は正しいんや。みんなそうや。